はい、皆さんこんにちは、X ヨッシーです。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。はい、早速ですけども、エストリアもね1ヶ月以上乗ってきまして、まあ、いいとこ悪いとこいろんなねところが分かるようになってきましたん でそろそろね、今までぼやき多かったんですけども、いいところをねお話しさせていただこうと思います。よろしくお付き合いのほどお願いいたします。はい、今日はタイトルはエストリアの魔力という、まあ、大層なタイトルをつけましたけども、エストリアのオーナーになりましたね。あ、こういうところはね買ってよかったな、あるいはまあ他の車と違っていいとこだなというね、その辺をねちょっとお話したいと思います。いくつか項目ありますんで、1とか2とかね、そういうナンバリングでお話しさせてもらった方が整理しやすいと思います。では第1番目、まずねエストリアの魔力の1番目はね、そのやっぱ乗り心地ですね。その乗り心地がいいということがですね、いろんなところに影響を及ぼして、そのやはりエストリアのね価値を高めているっていうのはよくわかりますね。まず地面からの振動がない、これはすごくやっぱり20丸じゃないかと思います。忍者 250R、 ZR 250R、 D ドラッカー X のようなものを乗ってきましたけども、やはりあの辺の車はややとんがったバイクで、スピードを出してサッカーを駆け抜ける、あるいは高速道路を瞬速にねずっと走り続けるというような展開言えましたらね、さすがやはり硬いセッティングにしなかったらまずいんだと思います。それは致し方ないと言いますか、むしろそれをならないと都合が悪いということではないかと思います。その点エストリアはそうですね、やはり130キロぐらいまでの速度で抑えられているようなところがありますので、その辺 の犠牲になっている部分はですね、乗り心地の方に還元できるというふうに設計されているんじゃないかと思います。まあ、実際ですね、まあ例えましたら忍者がですねかなりゴツゴツしたな、終始ゴツゴツしたところがありまして、それは2018年度版ぐらいまでの、ね、忍者もそうだじゃないかと思います。まあ新しい忍者の方はねかなり、マイルドになってきてるやというはもののね、そのゴツゴツ感というのはね完全に拭いきれてないです。で、ヤマハさんの R25、 それからホンダさんのニタボも乗りましたけども、やはりゴツゴツというのはやっぱある程度ありまして、忍者よりはマシだと思いますけども、その3車ですねのそのゴツゴツ感というのはエストリアはねかなり低減されてまして、乗りやすい、体に優しい車だと思います。で、その乗り心地がいいからですね、皆さんどこまでもね走っていけるような素敵な車だという評価されています。まあその安心から、乗り心地のね安心から来るところで言えばですね、私はまあこういう表現 で初めて走る道もね、いつも走ってる道のようにフレンドリーに感じれる、安心感して走れる、そういうね表現がね正しいんではないかというふうに思うんです。で、乗り心地もですね、リアショックのサスペンションを変化させますと、一番柔らかいところはエストリアの良い部分を十分感じられる。ただしね、ボヨヨンボヨヨンとしたね、そういうね、バウンシング感というのがかなりありまして、そこはまあ、同評価するところだと思います。ですけど、リアサスペンションの方の一番硬いセッティングしますと、ちょうどの感じとしては、ホンダさんのね、ニタボ君とか、R25、もしくは川崎の ZX25R に似たような、しっとりとしたね、またどっしりとした感じが味わえますんで、エストリアのオーナーさんでね、もう、ZX25 の乗り味はどんな感じと言いましたら、一度ね、一番硬いセッティングにね、して乗られてみたら、そんな感じだということは、申し上げられると思います。はい、2番目なんですけども、乗り味がねそうだと言いますけども、結構よく走るという魔力っていうか魔術があると思います。スプレーキを一丁上げ、前をね一丁上げしてますけども、
そうしますとかなり速度レンジが楽になるんですよ。で、特に高速に入る場合は90から100キロ、110キロぐらいまでの速度レンジが、やや余裕を持って走ることになりますんで、私はこっちの方をね、高速を利用することが多いんで、こちらの方がいいと思います。この前ですね、京奈道路と阪和高速をノンストップで走ってきましたけども、2時間連続して走ってきました。で、京奈道路は約80キロ、70から80キロですね。阪和高速の方は90から100キロ、時々は追い越しで110キロ以上のスピードで、走ってきたんですけども、なんともなかったですね。はい。で、京奈道路と阪和道路、結局、そうですね、スピード80から90キロ、もしくは95キロぐらいで連続して走ってるのですね、なんともなかったというところを見ても、かなりね、ポテンシャルがあるというふうに思うんです。高速道路を速く走るだけでなく、快適に、地面からの振動がなくね、走れるというところは、ここが二重丸でして、そこがね、エストレアの魔力のね、一つじゃないかというのを私は思います。はい、次に魔力ですね。これ、燃費だと思います。今申し上げましたように、かなり連続して走ってきたのにかかわらずですね、燃費がいいんですね。まあ、そうですね、4回走って計測した中で、平均3リッター33キロ出てますから、これはね、D トラッカー X と型を並べる良い燃費だと思います。忍者 250R、ZR250 がリッター30から32キロぐらいまでのレンジで走ってましたから、これもね、いいかなというふうに思いますよ。はい、エストレアのね、これはね、乗り手、大難事さんになっていましたらね、まあ、エストレアが錆びやすいとかメッキで部分ができてるからということで目立つんですけども、バイクに対してね、大事に乗ろうという気がね、かなりね、起きてくるバイクなんですよ。これは磨くことに、まあ、専念したり、磨くことが楽しみということが一つを芽生えさせるというところはあると思いますけども、もう一つはそのバイクに対してね、優しく磨いて大事に乗るというような気を起こさせるね、それはね、稀有なバイクだと思いますね。まあ、D トラッカー X とか ZR250 とか 250R ももう大事にはしてました。ですけど、エストレアほど磨こうという気はなかったというのは正直なところでして、またエストレアにね、に対する、なんて言いますか、ね、大事に乗るっていう気持ちをよくね、胸に当ててよく考えてみますと、これほどね、思ったことはないんですよ。あとの3つについては大事には乗ってました。ですけど、大事に乗ろうという気を起こさせるっていう点はですね、エストレアの方は一枚上手だなというようなね、そういうちょっと不思議な魔力って言いますか、魅力を持ったバイクだというふうに思います。まあ、おまけの魔力の部分ですけど、魔力と言いますかね、便利な部分だというふうに捉えていただいたらいいと思うんですけども、年式が古いんですけどね、古いなりにですね、例えば装備でプッシュキャンセルをしなきゃ出ないとかね、からキーの位置が違うって、その辺は一番不満なところなんですけども、むしろ例えばハザードランプがついてたりとか、パッシングのランプがこう起動できたりとかね、それからヘルメットホルダーもついてます。2001年式でしたらついてます。その辺はね、結構ね、やはり新しいバイクはその辺をこう極力コストカットしようとする方向に向いてると思うんですよ。どっちかっていらないでしょって、いるんだったらオプションでつけてというところだと思いますけども、年式フリー、エストレアなんかの方はハザードランプとかパッシングとかヘルメットホルダーがついてますんで、この辺はね、やっぱり親切だなというには思います。はい、エストレアね、これからも乗っていけると思いますけども、乗っていきたいと思いますけどね、かなりね、そういう悪いところも結構あるんですけども、こういうないようなね、しっとりとしたね、魅力といいますか魔力があって、それに皆さんが見せられてるんだなということはよく分かりました。はい、
まあ、あの皆さんもね、乗るチャンスがあれば、またあの値段がかなり高騰してますけども、乗っていらっしゃる方いましたらね、ぜひ大事にね、乗っていらっしゃったらね、いいかなというふうにね、つくづくね、そういうふうに思いました。まあ、エストレアを、忍者は壊れてね、エストレアを買っちゃったということもありますけども、それはね、買ってね、まあ良かったなというふうにはね、自分ではそういうふうに思ってます。はい。では、この辺に今日は失礼させていただきましょう。それでは皆さん、ごきげんさようなら。はい。今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう、さようなら。